ハナアナナス属は、708種、変種、品種、自然後廃種含む。2008年6月現在の属で、パイナップル化の常緑の多年生植物である。中央及び南アメリカ、アメリカ合衆国の南部、並びに、西インド諸島の森林、山、砂漠に自生する。樹木や岩石に着生する着生植物を多く含む。これらの着生種は、 地や根を必要とせず葉から、雨や、空気中の水分を吸収することから、エアープランツとも呼ばれる。すべて双本で、茎が伸びるもの、伸びないものがある。茎が伸びる場合、分子はしないか、またしてもわずかである。根の発達は悪く、全く出さない種もある。葉は、多くの種では、ロゼット状だが、束製や二列性などの形をとる場合もある。 葉は概ね細長く、全体が湾曲したりねじれたりと、様々な形をとるものが多い。葉の円に棘を持つものはなく、また葉の基部がスプーン状になり、これが重なって偽輪形を形成する種が多い。また葉の表面に銀白色や灰色などの輪辺を持つ種が多く、それが多い場合には全体に銀白色などに見える。これは光を反射することで強い光に耐えること。 それに、空中から水分を吸収する機能を持っているとされる。また、養生の重なった部分に水を貯めるようになっている種もあり、これらは掃除て乾燥した環境への適応とみられる。花は、両生下で産数性。多くの場合、花女は水上で、草上の種もある。花女には普通は、多くの花を含み、2列に並んでう上になるか、多数の列をなして、 防水状になり、またそのような果樹が複数集まって、手のひら状などの複合果樹を作る。花の下には花ずとがあり、多くは赤や桃色などの鮮やかな色になる。また花柄の基部には一時方があり、これも同様に色づく例が多い。額は三つに深く裂けるか、完全に区切られ、長大円型など。花弁は三個で長く、毛も輪片もない。 おしべは6本で、脂肪は3質。果実は、果てで、円柱状をなし。種子は、細い円柱状か防水型で基部に、寒毛のような白い綿毛がある。属の学名は、スウェーデンの植物学者で、医学教授であったティルランツにちなむ。和名は、かなりの触れがある。サルオガセモドキ属は、本属の一種、ティーアセノデスの和名に基づくが、同様によく知られ。 栽培される種であるティーサイネアの和名をとって花ナなス属も使われる。また学名ナ読みでチランジア、ティランジア、さらにチランドシアも使用される。本記事では和名学名ともに触れがあることからひとまずこの和名を使う。なお、園芸方面では学名ナ読みとともにエアープランツの名も使われる。北アメリカの北緯35度から 南アメリカの南位43度まで、それに標高4000メートルの高地にまで生息する種があり、これはパイナップル化における南北と標高の上限すべて、この属の種で抑えているということになり、またこのトガの中では体寒性の高い種が含まれることもわかる。アルゼンチンボリビアブラジル。 中央アメリカコロンビアコスタリカキューバドミニカエクアドルエルサルバドルフロリダガテマラガヤナヒスパニオラ島ホンジュラスジャマイカメキシコニカラグアパナマパラグアイペルースリナムトリニダードアメリカ合衆国ウルグアイベネズエラ西インド諸島生息環境は直射日光が照りつけ40度度近くに達する場所から森林地帯の木の幹のようなほとんど微の当たらない場所まで多岐にわたるが崖や丘 木の上などの風通しが良い場所であることが多い。また、本属が分布する乾燥地帯では、降雨が稀である代わりに夜になると、しばしば多量の霧が発生する地域が多く、根からではなく太表の林辺から水分を吸収する本属の生活様式は、このような環境と対応する。多くの種が樹木、岩石などに着生し、人家の屋根などにも出現する。 一部に垂れ下がるものもあり、また地上性の種もある。根からの吸水に全く頼らない種が含まれ、例えば、モスボールの別名がある、ティー・リッカーバタやブラジルで、ブラジルの開拓者と呼ばれる、ティー・ストリクタなどは往々にして電線に着生している。またティー・パー・ピーやティー・ラティフォーリアは、地上性でありながら、根が発達せず、束バした葉の実の姿で地上に転がっている。これらは、 アンデス山中の砂漠に見られる種で、風に転がりながら生育している。むしろ根で固定されていた場合、砂に渦漏れてしまう危険があり、それに対する適応との見方もある。また、ニセリン系を作る種には、野外でアリを住み込ませるアリ植物であるものがあることが知られている。500種以上があり、これはパイナップル化で最大である。花の構造などをもとに、 以下の7のア族に分類される。以下に代表的なものを挙げる。似たものとしては、インコアナナス族ベリシアがあり、この族では、花弁の内側に臨片があることで区別される。ありがとうございます。